皆さんおはようございます。ペン字満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は5年生常用漢字の温厚の厚、厚いですね、説明をしていきます。まず中心はですね、この一画目の横線がだいたい中央を捉えてれば大丈夫ですね。でも今日の字は左側をはみ出したいので少し左を長くしておいてください。はい、下の日も子も少し右側ずれてますよね、右側に。はい、それでは一画目、少し左を長くしてふっくら右上がりで、ここはみ出せるところから斜めに押さえてのの字、だいたい上から4分の3ぐらいでしょうか。はい、ちょっと書いちゃった。で続いて今書いたのの字にくっつくぐらいですね。でちぼめるのはちょっと控えめにしといてください。あんまりちぼめなくて大丈夫です。一度押さえて少しだけちぼめる、でふっくらさせて少しだけちぼめると、で幅を揃えてふっくら右上がりで閉じていきます。でここ少し隙間を空けると大人っぽくなりますね。で続いてあまり離れないように、だいたい真ん中より上ぐらいでしょうかね。はい、ふっくら、少しいつも書く子どもの子よりもぽっちゃり横幅広く書いてください。ふっくらと右上がりしてふっくらとですかね。でここもすごくふっくら書いております。で次に向かって跳ねる、これも上に跳ねずにちょっと横幅を広げたいのでだいぶ横の方に跳ねてください。でふっくら右上がりで最後長く書いてます。はい、ここよりは長いと、しっかり長く、ひはここより内側に入っておりますね。はい、だいぶ縦長の字ですね。それでは書いていきます。ふっくら右上がり、よし、ちぼめるのは控えめ、もう一度いきます。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。